俺が住んでたボロアパートが火事になった。1階の一番道路に近いところの部屋のあたりが火元で、その上の部屋とか、隣の隣の隣あたりまで、数部屋が焼けてしまった。昼間だったから、みんな出かけてて。幸いにも怪我人はなかったし、全焼も免れた。俺の部屋は、道路から一番奥だったから、ギリギリ焼けなかったけど、すぐ、隣の部屋まで火が来てたみたいで、消火の水で、水浸しになってた。夜になって帰ってきて、家が焼けてるから、呆然としてたら、大家さんのおばあちゃんが、消防の人と、なんか話してるのが見えた。大家さんは、アパートの隣の小さい家に、一人で住んでて、年金と家賃で暮らしてるって言ってた。毎日、アパートの通路や階段を、きれいに掃除してくれて、宅急便とか預かってくれるし、宅急便を取りに行くと、ついでに、お菓子とか果物を、くれたりすることもあって、会うと、気さくに声をかけてくれるいい人で、俺もいろいろ話したりして、結構仲良くさせてもらってた。大家さんは、ボロボロ泣いてた。声をかけたら、私がちゃんと見てなかったから、こんなんなっちゃって、ごめんね、って泣きながら謝ってくれた。大家さんこそ、アパートなくなっちゃって、これからどうやって暮らしていくのか。心配になって、こっちも涙ぐんでしまった。他の部屋の奴らが帰ってきて、大家さんを責めてて。大家さんはやっぱり、泣きながら謝ってた。家財道具、全部焼けちゃって、切れる気持ちは、本当によくわかるけど。大家さんを責めるのは、なんか違うんじゃないか。なんて思いながら見ていた。その後、消防の人からいろいろ聞かれたり、他にもいろいろあったんだけど、省略。友達に事情を話したら、しばらく止めてもらえることになったから。俺は、自分の部屋に行って、貴重品と、あと、まだ使えるものはないか、掘り出したりした。服や本、家電なんかは全滅だったけど、CD とか皿とかは無事だった。その時も、大家さんは手伝ってくれた。で、荷物まとめて、お別れだねって話をした。また大家さんは泣いて、泣きながら謝ってくれた。俺もまた涙ぐみながら、いろいろお世話になりました。お元気で、大変だろうけど、頑張って、と挨拶してお別れした。それから、半年後ぐらいに、その焼けたアパートに住んでた人から、連絡をもらったんだよ。何かあった時のために、就任だけだけど、お互いに連絡先を伝えてた。火事の原因は、放火だったって。しかも、犯人が大家。アパートにかかってる、火災保険目当てだって。なんじゃそりゃ。もう衝撃。衝撃すぎ。つーか、ババア、ふざけんな。なんで、一番道路側に火をつけたかっていうと。一応、俺とは仲良くしてたから、気を使ってくれたんだって。冗談じゃねえよ。そんな気遣い、全然いらねえよ。どうしてくれんの？俺の服とか家電とか。あの時、ババアを責めてた他の住民さん、正解。大正解。最後の荷物を掘った日、記念にって、焼けたアパートの前で、一緒に写真撮っちゃったよ。あの日の俺の涙を返せ。思い出すたびに、すんげえ腹立つ。マジムカつく。